二の国、漆黒の魔導士。パート14ですね。久しぶりです。よろしくお願いします。この前ね、掃除してて、紛失してた二の国のソフトやっと見つけて、やっと続きできます。もう、どれぐらい空いた？ 1 ヶ月ぐらい空いたっけ？せっかくね、そう、14時間21分、こんだけやったのに、わー、やりてー、でも、ねえ、つって。やっとできます。全然話覚えてねえや。画角こんなんでよかったっけ？ちょっと待って、画角だけ調整させて。よし、こんな感じでいいかな。で、窓の3つのマス席を探し出そう。か。確かここ行ってへんねんよね。たださ、体力がやばいよな。一回ちょっと回復します。やっとゴロネール着いた。んなら、休みますか。どこにあったっけ、宿。久々来たな、ゴロネール。え、こっち？何、ゴロネール効果渡しますか？はい。お、4枚見つけてきたようだね。一応、受け取っておくよ。あと1枚。残り1枚だね。期待してるよ。こっちやったっけ？じゃね？あ、違うわ。ってことは右の方か。覚えとかないとな。あ。今日もなんだか何もする気がしないな。なんやろあいつ、ぼーっとしておかしな感じやで。そうだね。あの人本当にどうしちゃったのかしら。ん？あんたあいつの知り合いか？あの人、私の主人なの。最近ずっとあんな感じでぼんやりしちゃって。苗木の世話までしなくなっちゃったのよ。苗木の世話？ほら、町のあちこちに大きな木があるでしょ。あそこまで立派に育つのに100年かかることから、100年ツリーって呼ばれている木なんだけど。主人はその苗木を育ててるのよ。へぇー。100年ツリーはね、大昔外からの攻撃を防ぎ、王国を守るために植えられたものなの。それがずっと大切に育て続けられ、今ではこの国の象徴になってんのよ。ご先祖様たちから受け継いだ100年ツリーを次の世代の人たちに受け渡していく。これはこの国で今を生きている人たちの大切な役目なの。主人はその大切な役目を任されていてね。苗木を育て100年ツリーの世話をすることがあの人の誇りだったの。今までどんなことがあっても休んだりなんてしなかったわ。それが急に一体どうして？100年ツリーはゴロネールの魂とも言えるようなものなの。もしその100年ツリーを枯らすなんてことになったら、私心配で心配で。なるほどな。どうやらあいつは抜け殻人になっとるようやな。え、だったら何とかしないと。あいつをなくしてるのはやる気の心や。オリバーどないする？はい。持ってるんちゃう、やる気の心。よし、そこなこっちな。旦那が奪われた心のかけらはやる気や。オリバー見つけに行くで。うん。ハート気は。え、どんなやったっけ？ハートピースじゃなくて、あ、これや。オッケー。オレンジドロップ。うん？あれ？俺どうしてたのかな？やったで、正気に戻ったで。うん。ああ、なんだかすごくスッキリしていい気分だ。よかった。ずっとぼんやりしたままで、すごく心配したのよ。そうか。悪かったな。なぜか何もする気が起こらなくて。でももう大丈夫だ。これからはちゃんと100年ツリーの世話も、俺ずっとサボってたんだ。すぐに水をやらないと。じゃあな。どうやら本当にもう大丈夫のようね。これで100年ツリーを次の世代の人たちにちゃんと受け渡すことができるわ。この国の未来の子供たちへ。その頃はもっと緑が豊かになって、今よりもっと美しい国になっているんでしょうね。ええ、きっと。主人が助かったのはあなたたちのおかげね。これはお礼よ。
遠慮せず受け取って。パリパリレタス。いいね。やっぱレタスはね、パリパリというかシャキシャキが美味しいからね。スタンプ。ゴール。スタンプを2個もらった。え、このスタンプってなんか意味あるんかね？アイテムじゃなくて、クエストノート。ライセンス交換。走るスピードがこんなんもらえるんや。おー、なるほど。英雄ウォーク。英雄ウォーク、交換するか。もう勝手にあれ速くなるんかな？あ、ちょっと気持ち速くなってる。あったあったあった。の前にさ、ちょっとここ覗いて。マンホール。来たっす。モンスターがな、もっと捕まえないとあかんよな。ほんでさ、MP がなかったからさ、こんな、めんどくさい、戻る、必要があったから、MP を回復できるアイテム買っとこう。ねえ君、最近の男の子ってだらしがないって思わない？そうかな？弱虫でちょっとしたことですぐ泣いちゃってさ。はは、俺で俺で、そういう男の子が。な、オリバー。知らないよ、そんなの。尻尾相撲も全然弱くてさ。クラスの男の子全員まとめて一気に投げ飛ばしちゃったわよ。どすこーい、どすこーい。えらい豪快な女の子やな。オリバー、この子、来た、やる気。やる気回収。君にちょっと手伝ってほしいことがあるんだけど、あら何？君のやる気を元気のない人に分けてあげたいんだ。魔法を使って。うーん、いいわよ。君が私に尻尾相撲で勝ったらね。ええー、とは言っても、君には無理か。しょうがないな、特別よ。将軍には来たわけじゃないけど、君のお願い聞いてあげるわ。あ、ありがとう。尻尾相撲って何やねん。オッケー。ストックあるのいいな。なんか胸がほわっとした。どこかの誰かさんが元気になるといいわね。ここやったっけ、アイテム。あ、クエスト。なんか、ちょっと待って、クエストいっぱいあるやん。受けるか全部。討伐やろ、こんな、余裕っしょ。報告。なるほどね、ちょっと、分かってきた気がする。この久々の二の国で。このクエストもやっていった方が、かなり攻略はやりやすい。気がする。MP10 か。10か！これちょっとさ、ちょ待って。これ普通に買うよりさ、合成鍋でなんか、作れるんちゃう？ジューシーサンド。ほら、MP。パッチリコーヒー。スッキリコーヒー3つ。あーでもそっか。スッキリコーヒー3
一つが MP10 やもんな。9個買っとくか。高えよ。もうあと3個買っとくか。そしたら、5000。パッチリコーヒーが4個できました。OK。他なんかでき、合成できるもんないかな？特にねえなぁ。育成加工。すげえ動きしてる。ベリー。これさ、意味あるんかね、これ。レベル上がるんかな、こんなんで。かわいいな。なんか、じゃあ、クロバト、あ、待って、ルッチ、26。攻撃114、防御112。これが上がるかどうかだけ、ちょっと。旗があった。うん、何も上がってねえや。そしたら、ルーラーでいけるかな？ルーラーちゃうわ。何やったっけ？テレポートか。はい、そしたら、外出て。敵おったら敵おったで倒したいけどな。クエスト持ってるからさ。一軍で。いるかな？なんか、ゴロネイルの南東にどうやらこうやらとか、あったよな。こいつちゃ、こいつ、行くよ、みんな。跳ねるゲータか。はははは、一発。
け。で、しかもなんか、そこに、見てるやつがおる。これは違うんか。行くよ、みんな。弱えな。クエストノート。あれ、こんなんあったっけ？グロネール王国のカラス商会の近くに、最近様子が変わってしまった猫人の男の子がいるようだ。あ、これか。ビッキーニ。あー。ゴロネールは？ゴロネール効果と、ゴロネール王国の広場にこの辺りでは見かけない旅人。これやっとくか？このライセンス絶対重要よな。こんなん絶対欲しいもん。ちょっと一回やらして。久々やし。ちょっと勘を取り戻すって意味でも。グロネール効果。で、カラス商会の近くになんか、おると。あ、来た。オッケー。カゴの中では撫でたり遊んだりするだけじゃなく、たまにおやつあげてみるといいぜ。この前ガリピオにベリーをあげた時はすごく喜んでたぜ。もしかしたらイマージェンにも、あー、やっぱ おやつとかあげた方がいいんや。ふふ、よくぞ見破った。わしこそ料理界にその人ありと歌われた伝説の達人。冗談じゃ、ただの料理が趣味のおじさんじゃよ。坊主、料理に興味があるようじゃな、感心感心。最近は料理をめんどくさいと言って敬遠する若者も多いらしいからの。坊主はなかなか見どころがありそうじゃ。よし、坊主に料理歴40年のわしの秘伝のレシピを授けよう。やった。これからも精進するんじゃぞ。つばくろ商会はみんな、あ、つばくろ商会か、カラス商会じゃなかった。まあ、とりあえずちょっと報告だけしようか。ほほ、あの魔物を倒してきたのか、感謝するぞい。では報酬じゃ、受け取ってくれ。青い香木。OK。やっぱスタンプもらえるよね。一、スタンプ三つ。え、めっちゃいいやん、これ。なんで今までやらんかったんやろ。カラス紹介。あ、これちゃう？やっぱり女の子はおしゃれが大事よね。ちゃうわ。こいつか？あんたたち旅をしてるんだろ？ちゃんと食事はしてるのかい？うちでご飯食べに行きな。え？あ、ここ。あれや、カラス紹介ちゃうわ。とりあえずこいつ。はい。お、すごいね。こんな短い時間で探してもらえるとは思ってなかったよ。いやいや、1ヶ月経ちましたが。じゃあこれはゴロネル効果5枚のお礼だ。受け取ってくれ。猫王のバッジ。ちょ、またスタンプ3つ。いいねえ。猫王のバッジ？なんやこれ。これはね、今を遡ること10代前のニャンダール4世の偉業を称えて作られたバッジなんだよ。どうだいこの艶、色合い、凛々しい髭。君らはどう思う？え、どう思うって、その、雫はどう思う？割と硬くて、その、金属質なバッジやね。そうなんだよ。わかってるね。いやー、この素晴らしさがわかる人にあげられて嬉しいよ。はー、ありがとうございます。いやいや、ほんまによかったわ。なんかうまく言えへんけど。
ね、街の中のタリア壺を探してるだけでも、こんな素晴らしいことがあるかもしれないんだ。他の街でもいろいろ探してみるといいよ。ここが、これ何屋さん？民家。もうほっといてよ。目がいっちゃってる。そんなのどうでもいいわ。ふざけるな。おいおい、どないしたんや、そんな大声出して。あ、いや、彼女は踊り子で、今度王様の前で披露する舞台のメインを務める予定なんだけど、急に舞台に出たくないって言い出して困ってんだよ。あー、綺麗な踊り子さんや。な、オリバー。そうだね。はは、オリバー顔が赤いで。今まであんなに一生懸命練習してきたのになぜなんだ。もういいじゃない。他の子が私の代わりに練習してるって知ってるの。それは、代わりの踊り子さんなら私より綺麗だし、踊りだってすごくうまいし、私が辞めたって誰も困らないでしょ。私も踊りなんてどうでもいいの。今はただぼんやりとしていたい。オリバーこの綺麗な姉ちゃん、抜き殻人や。完全自信か、オッケー。やろう。自信持ってるっけ？あ、来ました。オッケー。踊り出せ。急に踊り出せ。どうしたのかしら？なんだか気持ちがスッキリして、心がパーッと晴れた気分だわ。やったで、オリバー。うん。私踊りたい。すごくすごく、踊りたい。そうか、やる気になってくれたか。でももう遅いわね。本番は仮の子が出るのよね。君の代わりなどいないよ。他の子がメインをやるなんて、実は嘘なんだ。君をその気にさせるためについた嘘なんだ。なんや、そうやったんか。僕も仲間たちも君を待ってたんだ。君を信じて。あ、ありがとう。私本当に迷惑かけてごめんなさい。そう思うなら明日の舞台を成功させることだ。僕や仲間たちのために。そして何よりも、君の踊りを楽しみにしている王様のために。そうね。私精一杯、頑張るわ。姉ちゃんしっかりやるんやで。あなたたちのおかげなのかな。すごく心がスッキリしたの。お礼にこれあげるわ。麻布の布絶対いらねえ、これ。使えねえぞ、絶対。あともう一個ぐらいクエストやりたいな。カラス紹介こっちか。うわ、めっちゃ光ってるやん。どうもー。いてててて、君大丈夫？どうしたの、その怪我。喧嘩でもしたの？そう、正解。えらい派手にやられたな。相手は上級生で、この辺りでも有名な悪ガキだからね。そんな奴と喧嘩やなんてようやるな。僕だって喧嘩なんかしたくなかったよ。でもさ、あいつら子犬をいじめててさ、どうしても許せなかったんだ。結構やられちゃったけど、ちゃんと子犬を助けることができたからね。よかったよ。これ勇気やな。勇気の心。さあどうでしょう。来たー。さあ、もらいましょう。いただきます。重複はしてへんよな。オッケー。なんか胸がほわっとしたよ。誰かの役に立つといいね。で、さらに光ってる。そこの坊や、手伝ってくれないかね。どうしたんですか？この小鳥のヒナ、巣から落ちたみたい。でも戻してあげたいんだけど、巣が木の高いところにあってね。お前は結構上の方やな。じゃあ坊や、ちょっと肩を借りるよ。肩ってまさか登るつもりなんですか？そうだよ。早く巣に戻してあげないと、親鳥たちも心配そうにしてるしね。ちょっと待った。年寄りがそんな無茶したらあかんて。そうですよ。僕がやりますから。あらあら悪いわね。困ったばあさんやで。怪我でもしたらどないすんや。親切もいいけど、自分の年考えなあかんで。でも小鳥が。ね、雫、このおばあさんもしかして、親切、優しさ？優しさや、来た。
もらいやす。ありがとう、坊や。親鳥たちも喜んでるみたいだわ。それで坊やのお願いってのは何だい？その心、いただきたいです。OK。あと夢か。なんだか胸が温かくなったわ。きっと坊やは旅先でいいことをしてもらってんのね。頑張ってね。ありがとうございました。カラス紹介ここよな。ねえ、しずく、あれ。ん？ああ、猫人の子供やな。なんや、オリバー、まだ猫人が珍しいんか。うん、そうじゃなくて、なんかあの子、元気ないよね。お前な、おい、お前、どないしたんや。なんか嫌なことでもあったんか？別に、嫌なことがあったわけじゃないけど、僕ね、この街で一番、尻尾ズボが強かったんだ。負けたんか、あの女に。猫人の間で一番人気のあるスポーツや。尻尾ズボのチャンピオンは、みんなからめっちゃ尊敬されるんや。へえ、そうなんだ。いつも友達みんなと一生懸命練習したんだけど、この間ライバルの子に負けちゃってね。それから尻尾ズボなんかどうでもよくなっちゃった。まあ、燃え尽き症候群みたいな。負けちゃって。はいはい、やる気ね。それでは、やる気の心、お前に授けよう。オッケー。あ、なんだろう、僕どうしたのかな。なんだか気分がスッキリして、すごく尻尾相撲がやりたくなってきたよ。やったよ、しずく、成功したみたい。あ、完璧や。もう尻尾がうずうずしてきたよ。どすこーい、どすこーい。そうだ、僕友達に謝らなきゃ。なんでや、お前なんか悪いことしたんか。うん、ライバルに負けた後、みんなが練習に誘ってくれたんだけど、僕やる気をなくしてずっと行かなかったんだ。そしたらいつの間にかみんなまでやる気がなくなっちゃって、今はあんまり練習もしないみたいなんだよね。まあ一番強かったお前がそんな風になって思ったら、みんなもやる気なくしてまうわな。うん、だから僕ちゃんと謝るよ、いい子や。そして今度は僕から誘って、またみんなと一生懸命練習するよ。お、それで、そうするんや。いっぱい練習して、今度は絶対ライバルに勝ってみせるよ。その意気だよ、頑張ってね。ありがとう。お兄ちゃんたちのおかげで僕やる気になったよ。これは俺、受け取って。お、漁業魚って何？ 4 個。オッケー。ライセンス交換しようか。これじゃね？英雄センスも欲しいけど。ストーリーは、あれやろ、これもクリアしたやつやろ。今だってこれやもんな。クエストが、これ1234どこ行った？クリアしたってことか。水位を見つけ捕まえてこよう。これもあったな、なんか。ビッキーニの近くの水辺。ちょっとさ、あの、魔石のところまず行こう。んで、行ってから、ちょっとクエストいっぱいやっていこう。さすがにあれは気になる。途中で。そしたら、テレポート。これかやんな。ナーキルナット遺跡。
めっちゃ強かったよな、ここ。俺はどうやら鍵がかかっとるや。今は他は当たろう。あかんわ。あかへんくって、こっちが開いてると。すげえ、やっぱ足速くなってるわ。全然追いつかれへん。ああ、今、回復してもな。あ、宝箱ある。鍵がかかってる。ここも鍵が。え？なになに？魔法の力か。なんやろ？ちょっと待って。覚えてへんから、覚えた魔法を見る。お、アンロックか。オッケー。うわ、最高かよ。聖者の瞳。脱力シート。これ、アンロックのどんなやったっけ？アンロックじゃなくて、あれ？アンロックか？そうやんな。開けられへんよな。アイテムマージとかあるんや。合成鍋では作れないアイテムを生成する。あれ？ないっけ？あ、宝箱を開ける魔法。あ！この杖では開けられないようか。あかんねんや。フルーツポンチ。ああ。こっちか。じゃあ、こっちや。上上がって、でも扉が開かへんねんもんな。え、魔法じゃないやろ？アンロックで開けれる扉と開けれない扉があんねんよな。いやー、マジで。鍵どこや？あ、合体鍵やか。何これ。ってことはこれもう一個いるってことか。行くよ、みんな。それかもう取ってる？どっちなんやろ。これ上の鍵なんかな？どこの鍵やろ？お！よし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 。これ下がってって。どうやら特殊な鍵がいるようや。オッケー。
すげえ迷いそうな道やな。これはどこのドアや？え？なんやこの筋、ずっと踏まないといかんのか？重し、前の重しやろ。そこにあるぞ、操り糸の魔法、オッケー。操り糸、覚えてるっけ、そんな。あるわ。え？描けって言われた、操り糸。おった。一番右上や。LA、ドジャース。これで先に進めるな。ほな、行くで。こっちは。お。お、合体鍵やか。鍵、合体鍵青か。これで、こっちも開くと。ここは、開くか。お！よーし！あ。あの宝箱って開けれるっけ？ちょっと待って。あの鍵、鍵ちゃう。あの宝箱は開けれるやろ。紫が開けれへんねやろ。ドクロ人形。ソウルイーター。ほらー、いいね。あ、勇気のバッジの方が強いんや。あ、待って待って、氷結の槍。ソウルイタ強いな。セバはさ、あれやな、バッチリコーヒー、自動 MP 回復のがいい。こいつはマジで使い物にならん。
いいぞ、強くなった。ほんで、一応、こいつらも。よし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 。二つの鍵を合体させて、この扉を開くんや。合体、合体っすか？合体ってある？分身。冬。時を戻れ。合体ってあるか？時を戻りやってみていい？時を戻れ。これか？これっぽいな、アイテムマージ。これっぽくないか？合成鍋では。やった！よーし！んで置くと。何これ。扉に何か書いてあんな。四つの石像が扉を開く。どうやらこの扉を開くヒントのようやな。この辺りの怪しいところ調べてみようや。何これ。開いた。よーし。お、セーブポイント。あ、待って、マンホール、ちょっと待って。卵。マンホールか、卵のあれは。卵を交換するときにつける。卵割る。俺しかも住んでるとこなんか北海道になってんねんけど。俺、北海道住みになってんねんけど。全然俺、北海道ちゃうけど。え、割れへんの卵。冒険チェックシート。思い出ノート。え、卵割れへんのこれ。はい。なんかすれ違い通信しちゃった。卵は、あれか、通信、自分の卵の確認交換を割ることができます。交換したやつじゃないと割れへんのかな？卵ポイントがいるんかな、それか。いや、今 DS、交換とかできひんしな。よし。お。ケロケロ。あれ見てよ、カエルだ。わあ、綺麗な虹色。ケロちゃん、あなたどこの子？ケロ。
ねえ、なんだかこのカエル、僕たちに用があるみたいだよ。魔法で話しかけようか？あ。ケロケロー。おいおい、行っちまうぞ。あ、ちょっと待ってよ。みんな行ってみよう。怪しい気はな。俺の予想やで。予想は、あのカエルがでっかくなって、戦う。ケロケロー、ケロー、みたいな感じになって。かわいいけどな。よーし。飛竜の化石。違うか。飛竜の化石。これか。やけどするほど熱い高熱を帯びた飛竜の化石。え？これ、どこ行けばいいんやろ？あ。アンロック。神秘の飛躍。ん？こっちじゃない？でもこっちから来たよな、あいつ。ケロちゃん。あっちか、右下か、これ。右下っぽいな。右下なんか、続いてるもんな、道が。あ、やった。ナーセンゴールド、えぐ。ちょもらった。出れんくなっちゃった。
やべ。死ぬほど迷ってる。ああ、これ迷うな、マジで。はあ、また戻ってきた。いや、えぐいな、これ。カエルおらんし。じゃないもんな。全部下がった。あ、ケロちゃん。ここは？なんや、えらい不気味な石廊やな。あ、虹色ガエルがいないよ。そこに誰かいるのか。うん、中に誰かいるみたい。あなたはどなたですか？君たちは誰だ？いや、誰でもいい。逃げろ。すぐにここを離れるんだ。え、でもあなたは？私のことだと、どうでも、うわ。どうしたの？怪我をしてるんですか？ねえ、オリバー。うん、この扉、鍵開けの魔法で開くかもしれない。すげえな、アンロックめちゃくちゃ活躍するやん。カエルちゃん。何をしているんだ。私のことなど放っておいて、早くここを離れなければ。うわぁ、カエル人間。こりゃまた。驚いたか。この姿だ。無理もない。遺跡。泣く女の像、カエル。まさかカエル王子？カエル、王子？私を知っているのか。いや、まさかな。砂漠のカエル王子、日々を残して国を去ったっていう伝説の王子。な、どういうこった？説明しろよ、マル。そうや、そうや。ちょっと待ってよ。私だって混乱してるんだから。まさかおとぎ話の主人公に会えるなんて思わなかったんだもん。おとぎ話って？おとぎ話だと？ふ、そうか。そういうことか。聞いて、昔々、あるところに王子様がいたの。王子様は国を脅かす蛇の化け物を倒すために呪われた秘薬を飲んでカエルの姿になったの。なんでだ？だから聞いてって言ってるでしょ。なぜかっていうとね。蛇の化け物を欺き退治するためさ。王子の名はターメル。ナーケル納豆国の第一王子ターメル。そして魔物の名はファラージャ。蛇軍師と呼ばれる、ずる賢い魔物。国を救うため王子はファラージャの住処に忍び込んだ。そして奴自身が作り出した変身の飛躍を飲み、カエルの姿になった。奴の好物に化け、油断させるためにな。
そして刀を隠し持ったままわざと飲み込まれた。うわあ、それはたまらん。ふふ、そう。王子は腹の中で暴れ、ワラージャを倒した。だが王子は甘かった。それだけでは完全にとどめを刺せなかったのだ。ファラージャは消えた。だが王子の変身の呪いは解けないままだ。そんな。王子にはね、愛する姫がいたの。王子は、もういい。ごめんなさい、ターメルさん。私をその名で呼ぶ者は久しくいなかったな。ターメルさん。姫の名はヤスミン。王子ターメルの最愛の姫。結婚を約束した人だ。バマナシアの女の子はね、この話を小さい頃に聞いてみんな泣くのよ。カエルになった王子は自分の醜さに絶望して姫の元に帰ることなく国を去るの。そして残された姫は王子とファラージャが戦った神殿を改築し、泣き濡れる自分の像を置いて短い一生そこで暮らしたのよ。そう、王子は。私は愚かだった。その後も姿は戻らず、薬の呪いのせいで死ぬこともできず、数百年の長きにわたり世界を放浪するしかなかった。生まれ故郷である我が国が滅んだ後もずっと今も。言葉も出ねえよ。残酷すぎる。私だったら耐えられない。私の苦しみなどの生ぬるい、姫に与えた悲しみへの罰だと思えば。でもターメルさん、なぜ今になってここに？もしかして、そうや、力の復活。ああ、まさか。賢者ササラが言ってたのは、蛇軍師ファラージャのことだってのか？君たち知っていたのか？そうだ。ファラージャは何者かの手によって復活した。だから私はこの神殿に戻ってきたのだ。何者かの手？魔石の守護者を復活させる必要があるのは、奴か。ジャボ！見ろ、この姿を。日に日にカエルの姿に近づいている。私はそれでファラージャが復活しつつあることを知ったのだ。だが奴の復活は考えてた以上に進んでいた。再びここに訪れ、挑んだ私も、打ち止めされ、なすすべもなく捕らえられてしまった。奴はじっくりと私がカエルになるのを待って、今度こそ完全に餌として食べるつもりなのだ。おい、オリバー。うん、行こう。こうしちゃいられない。てか、虹色ガエルは何やったんじゃ。君らはそうか。ファラージャを倒すつもりなんだな。それで私も、うわ。ターメルさん、無理です。その体じゃ。そうです。僕たちに任せてください。僕たちにとってもファラージャは避けて通れない相手なんです。なるほどな。初めからその覚悟で来たというわけか。わかった、案内しよう。こっちだ。ん？どこ行った？ルリの鱗。ルリの鱗、青色やったな。ついてこいってことは、あれか。こっち出て。下か？左かな？これはあれか。さっき入ったところか。右。お。ふむ、行き止まりのようだが、ここは私に任せろ。お。おそらくこのスイッチで。やる。すごいです、ターメルさん。ふふ、こんな体だが役に立つものだ。さあ、先を急ごうか。ターメル強いんかね。
箱。薬草のエキス。あれかな、合成岩まで作る感じかな。こっちか。MP 回復。お。なんちゅう暗い部屋や。なんも見えへんぞ。しずく聞こえた？お、女の人の鳴き声。こんなところに誰かいるっちゅうんか。どうやらこの部屋の奥から聞こえるようだが、この暗闇の中を移動するのは危険だな。オリバー君、君の魔法でどうにかできるかい？はい、やってみます。え？明かりを照らす。なんやろ、透明？透明ではないな。ファイヤーボール？シャウト。時を戻れでもない。トーカーってなんや。わかんねえ。あ。魔法使わんくてもいいけど。何かあるようやが、暗くて何も見えんな。え、見えへんか。ちょっと待ってよ。魔法のランタン。これか。魔法のランタン。ランタン、ランタン。魔法のランタン。アイテムランタンある。ランタン。魔法封じか。ランタン。ランタンが、アイテムランタンしかないぞ。魔法の霧。これか？あ！あー！いった！魔法の霧。マジックマスターマジで欲しい。マジックマスターくれ、誰か。ってぐらい欲しい。絶対やった方が楽よな、こんななんか。試すより。魔法とキリって書いてたしな。何それ。確かこの辺りから声が聞こえたと思ったんだけど。あ、そのはずや。誰もおらへんな。あるのは泣く女の石像のみか。まさか、この石像が泣いとったとか、言うんとんちゃうよな。おい、君の悪いこと言うんじゃねえよ。そんなこと、あるわけねえだろ。北風か何かの音を聞き間違えたんでしょ？石像が泣くわけなんてないもん。もう！いつまでも怖がってなんかいないで、早くファラジャーのところへ行き急ぎましょうよ。
パラジャー強いんかな。ヘビやろ、ヘビ。なんかパラジャーっぽいのおるぞ。ニョロヌール。逃げるよ、みんな。行くよ、みんな。逃げるよ、みんな。魔法のランタンの効果切れた。オッケー。ちょっと待って、なんか、線ついてるよ。なにこれ。これで見えへんか、線。あ、見えへんわ。今なんか黒い画面になったら、DS の下の方がなんか白い線、白いってか緑か、緑の線が。絶対ボス線やん、これ。さあ、倒しますか、ファラージャー。頼もう。ここに、ファラージャーが。ああ、やつはすでに気づいているはずだ。出てこい、ファラージャー。なんや？何かものすごい力が集まってくるよ。息が苦しいくらいだ。桁違いだぞ。さあ来い。うん、来る。カエルの神殿やね。うわ。あ、ケンタウロスとかそっち系ね。オッケー、やろうか。行くよ、みんな。ヘビ軍師。まあもう一旦もう、ちょっとお任せで。氷結ね。ナイス。混沌の息吹。あ、全然いけるぞ、これ。なんで外してんの？いや、もう一回行こう。うわ、90。当てろよ。ルッチ。ルッチアイテムで。いや、やったらあれか。配置変えて。ルッチアイテム。ジューシーサンド。219、ナイス。真空波。はぁ？はぁ？ワンパン？はぁ？え、絶対無理やん、こんなん。あ、間違えてお任せ押してもた。終わった。終わってる、マジで。ワンパンはえぐいて。ブロッケ下げて。セーバーで、特技、命の光、ルッチ。
本当のイブ。セーバー入れ替え。クロバトかな。かわいたち。九。これはもう九しか与えられへんやったら。神秘の飛躍、ルッチ、怖いな。なんでやねん。オッケー、ナイス。まあ、こいつが食らう分にはいい。ここ入り替えやな。一回ジャイロに変えよう。ジャイロ適当でいいや。ブロッケ、大振りパンチ。当てろよ、マジで。これでもこれ効かないか、やっぱ。当てろよ、もう。半分か。当てろ。ナイス。は？何その、そのえぐい技。マル。さあ始めるよ。ブロッケ。ルッチさすがにしないやろ。ブロッケでブロック下げるか。ルッチ劣化切り。ナイス。あ、それでも半分か。ルッチに、大振りパンチ。外れろ。ああ、混乱。ナイス。決めるよ。ナイス。あ、来た。
これは、マルン使って回復。ブロッケも、いや、癒しの聖水やな、これ。あれ？癒しの聖水。アイテムって先じゃないんや。あぶね。したら、マルが、ルッチ回復。おいや、ゴリ押しや。なあ、外すな。う、来た。デタラメ乱舞。くらえ！オッケー、ナイス。ああ。せっかく丸レベル上がるチャンスやったのに。じゃあもう、じゃあもう本気でいこう。ナイス。よーし。もういつも通り人が死ぬっていうね。動物ってか、イマージェンは生きてて。オッケー。月の魔石、よし。まず1個目。グラディオンの魔石だ。でかしたね、オリバー。とうとうやったら、これで、ターメルさん？これは、呪いが解け始めてるんじゃねえか？お。超イケメンやん。超イケメンの主人公顔やん。私は。ターメルさん。すごい、元に戻ったのね。そうか。ターメルさん？帰る国はとうの昔いなくなり、あの人もいない。私たちの話もすでにおとぎ話。今となっては全てが遅すぎる。ターメルさん。あ。虹色ガエル。消えろ。これ姫か？あれ？君はあの時の、どこに行ってたの？このカエルは？この子があなたのところに案内してくれて、私のところに。なんだ？ですよね。これ絶対姫やん。ターメルさん？姫？え？ヤスミン姫？え？ターメル様、ずっとお待ちしておりました。なんてこった。なんと。ああ、夢なのか。本当に。一体どうして？やばいよ。私泣くかも。はい。私もあの薬を飲んだのです。あなたが姿を変えた呪われた秘薬を。同じ姿になって、あなたを待つために。ターメルさんよ、早く、行ってやれよ。その前に仲間にならないか、ターメル。あ、姫。ターメル様。あ、仲間にはならんのね。ええ、それじゃあ幸せにな。そうだよ、何百年も待って、予約掴んだ幸せだもんね。ありがとう、本当に。よかったですね。ねえ、マル、おとぎ話は最後を少し変えないといけないね。うん、そうだね。うふ、なんとかいるのでしょう。それは、おっと待ってくれ。まだお話の最後は変えないでほしいな。そうだな。おしまいじゃなく、続く、だ。うふふ？ははは。じゃあ僕たちはこれで、お幸せに！さあ、オリバー、どこへ向かおうか。サザラ様は、マジックマスターをよく読めば次の魔石のありかがわかるかもって。だからマジックマスター持ってねえんだよ、俺。だがわからないときは、また来いとも言ってたな。どうする、オリバー？うん、とりあえず一旦船に戻ろう。よく考えてすまなきゃね。だからあれか、天空の方また行ったら、教えてくれるんかな。よーし、次の魔石、出発進行や。オッケー。よし、じゃあ、キリがいいので、本日はここまでで。ご視聴ありがとうございました。